ガストン・プラント、ガストン・プランテは、フランスの科学者。1859年に、最初の最重電可能な電池である鉛蓄電池を発明した。オルテーズに生まれた。1854年に、フランス国立工芸院の助行師になり、1860年にエル、L、アソシエーションポリテクニーク・ポア・リベラプメントで L、インストラクション・ポプューレアの教授となった。 1859年鉛蓄電池を発明した。初期のモデルは布で絶縁した円盤を巻き付けたものを硫酸の容器に浸したものである。翌年科学アカデミーに9列の蓄電池を公開した。1881年にカミュー・アルフォンス・フォーレがさらに改良を加え、鉛蓄電池は初期の電気自動車の動力として成功を収めた。その他に現在では、 マルクスジェネレーターと呼ばれる高電圧パルスを出力する装置の先駆けになる装置を発明した。機械的な接点の切り替えによって複数のコンデンサの充電して直列につなぐことによって高電圧を発生することに成功した。この装置を使って高電圧を得て空気中の放電の実験を行った。1855年にドイツのガイゼルタールで 最初の恐れ鳥類の化石を発見し、ゴストロニツという名前が、プランテのファーストネームから命名された。1898年、ブルガリア科学アカデミーは、鉛蓄電池の改良に、功績のあった科学者に贈るガストン・プランテメダルを設けた。ありがとうございます。